滝だ。ここが真実の滝で間違いないだろうね。ここで瞑想すれば自分の闇とかなんとかっていうやつと向き合えんだろ。だね。本当かどうかはわからないが。おい、ナルト。大丈夫、ヤマト隊長はそこから見ててくれ。お前の真実は闇の中に。おう、ね、誰だお前。俺ってば影分身してねえぞ。俺はお前だ。お前の中の大切な憎しみ、お前の根底にある感情、お前の真実の姿。俺が本当のお前だ。俺が憎しみ、お前が俺の本当の姿だろ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。俺は俺だ。憎しみなんかが俺のわけがねえだろ。いくら否定しようと事実は変わらねえ。お前は俺だ。ただし九尾にやたらと気に入られてる点はお前と違うがな。こいつ、じゃあてめえがいたから今まで九尾が。そういうことだ。俺はお前自身だ。俺を追い出せはしねえぜ、偽物。偽物はてめえの方だろ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。上等だ。戦闘開始。俺と同じ姿だ。お前の思ってる通りだ。いつも技も全部同じだぜ。お前が俺なわけがねえ。どれだけ吠えようが事実は変わらねえぜ。お前は俺なんだ。頑張るじゃねえか、偽物。くそ、あいつってのなんで余裕なんだよ。お前がいくら張り切っても俺を消すことなんてできねえからだよ。こいつ意外としぶといってばよ。何だ、わかんねえのか。無駄なことはさっさとやめろ。俺はお前を認めねえ。あの背に追いつくまで俺は絶対止まらねえ。勝負あり。なんだよこれ、全然勝った気がしねえ。やるじゃないか。さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよーく分かってるぜ。英雄だっけか、この頃の俺の呼び名は。里の奴ら、突然手のひら返したように慣れ慣れしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまでは九尾だなんだと俺を蔑んでたくせに。あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら花から信用しない方がいい。どうだ、正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと。里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだよ、奴らの本質。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は、お前は俺、俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。せえ、うるせえ。認めちまいなよ。お前は俺だ。ナルト、どうした、何があった。
俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けどその闇の君をどうにかしなければ。ナルト、ちょっとあのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても話を聞いてくれるとは限らないよ。それでもヒントぐらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし俺ちょっと言ってくるってばよ。焦ってるな、ナルトのやつ。確かに俺ってば昔はみんなから冷たい目で見られてた。すげえ苦しかった。すげえ辛かった。それでもようやくみんなから認めてもらえて。里のやつら突然手のひら返したようになれなれしくしやがって。あいつらは勝手だ。これまでは九尾だなんだと俺を蔑んでたくせに。俺は本当にみんなに信じてもらえてるのか。そんなこと考えたこともなかった。あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。信用できない、裏切る。あいつの言ってたことが、もしかしたら心のどこかで俺も。ナルト、戻ってきていたのか。ちゃんとヒントは聞けたんだろうか。一応ヒントは教えてやった。あとはあいつ次第ってとこだ。え？キラー B さん。おっと、ここで騒ぐの、カンニン。今は黙って観察。はあ。さて、どうなる。よっ、懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえことは前のやり取りで分かってる。その通りだ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく理解している。ならもうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことをさ。あ、俺はやっぱり里のみんなを信じようと思う。ふざけるな。お前が何を決めたか知らねえが、お前のことは俺だけが分かってやれる。里の奴らは俺たちをずっと騙してきた奴らだ。勝手な掟を作ってのけ者にしてきた。苦しかったよな、辛かったよな。お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。ああ、里の人たちも大事だけど、信じなきゃならないもんが他にある。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分ってのを。自分を信じることができなければ里のみんなを信じることなんてできねえよな。だから俺がまずすべきことは自分を信じることだった。それが。やめろ！自分を信じるだ。ふざけんな。認めねえ、認めねえぞ。憎しみこそがお前の本質だ。闇こそ俺の真実だ。お前は俺だ。憎しみの俺こそが本物の渦巻きナルトだ。
てめえは偽物だ。だったら力ずくで追い出してみるか。そんなことできやしねえけどな。てめえ。戦闘開始。手の中から出ていけ偽物。それはできねえよ。俺はお前だって。お前が言ってただろ。仲間がなんでそんなものに信じる価値があるってのか。価値があるとかないとかそんなのは関係ねえ。俺は仲間を信じる。ただそれだけだ。こいつ捕まえた。なんでこいつが。くっそ。今お前に負ける気はしねえ。さっきまとまるで違う。自分のやるべきことが分かった。だからお前には負けねえ。俺もお前も偽物じゃねえよ。二人で俺なんだ。勝負あり。もうこれくらいでいいだろ。お前じゃ俺に勝てねえってばよ。どうだ、ちったすっとしたかよ、俺。どうしてあんなに苦しまされてきたのに。お前は俺が邪魔なのか。だったら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。おかげでここまで来られたのかも。なら俺はどうすればいい。なもん簡単だろ。お前は俺になりゃいい。お前も俺なんだから。今までありがとうな。もういいんだ。ナルト。ヤマト隊長、それにタコのおっさんもいたのか。その感じはうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ、バカ野郎、この野郎と言いたいとこだが、まずはよくやった。よくぞ憎しみ克服。そんなお前とても幸福。え、これからキュービの力のコントロールをやってみるが、今から俺がお前の師匠。覚悟を決めろ、出ないと師匠。よっしゃ。いよ、改めて挨拶だ。俺様のグーにグーを重ねろ。ビートかましながら。よ、俺はナルトだってばよ。タグ、手ばよ手ばよってよ。うるせえってばよ。